テトチップスって2、3枚まとめて食べますけどね、この子は1枚1枚ですよ。ほらこの音、分厚いザックザクの奥にかすかにホクホクがいるでしょね、わかるでしょ。じゃがいも心地でいきましょう。小池屋。おはようございます。よろしくお願いします。本番前にご紹介いたします。今回の CM の水川あさみさんです。よろしくお願いします。はい、よーい、はい。はい、ガット。ガット。バッキリ。やった。今すごい。あれ口開けよ。めっちゃいいよ。シーンみたい。シーンみたいね。せーの。もうまあ。うらうら。ポテトチップスって2、3枚まとめて食べますけどね、ほらこの音、ザクザクの奥にかすかにホクホクがいるでしょ。じゃがいも心地でいきましょう。小池屋。ありがとうございました。ありがとうございました。すごく大好きなポテトチップスの CM に出られるということで、とても嬉しい気持ちでした。あと現場の雰囲気がとってもよくって、山での撮影だったんでなかなか天気がどうなのかなと思って今日朝不安な気持ちで来たんですけど、雨も降りながらもでも天気晴れ間もこう見えてこう気持ちいいあの撮影でした。そうですね、やっぱりこうリラックスした感じでリラックスをした雰囲気で、撮影に臨めたので、そのなんかこう心地のいい空気感とか、 なんかそういうのを見てほしいなと思います。食べた瞬間、撮影の時にも食べさせてもらいましたけど、すごくこうジャガイモの風味がすごくこう甘くてしっかりとしていて、一枚一枚がすごく分厚いんですよね。今まで食べた多分ポテトチップスの中で一番分厚いんじゃないかと思うぐらい、だからすごくリッチな気分にもなりますし、こうジャガイモのあのホクホクした感じがすごくこう味わえるなと思って、うまーと思いながら食べてました。 CM がやれて嬉しい特権ですね。何枚も食べられるっていうのは。まあそうですね、仕事が終わってお家に帰ってこう一息つきたい時もそうですし、まあこうお酒を飲みながらおつまみとしても食べるのもいいなと思うので、ちょっとこう自分へのご褒美みたいな感じですかね、はい。ピュアな気持ちになった。そうですね、ちょうど最近私は誕生日を迎えて、また一つ年を重ねたんですけど、その時にこう友達がサプライズパーティーをしてくれたんですよね。
まあ、ピュアな気持ちになったっていうとちょっと違いますけど、すごく嬉しい気持ち、嬉しい気持ちとピュアな気持ちすごく似てるから、すごく嬉しいなと思って、心がこうなんか純粋にピュアになりますよね、ああいう時って。そんな時間を過ごしました。そうですね。でもやっぱり私はお家にいる時間がすごく心地よくてリラックスできるなと思うので、なんだろうな、特に料理してる時とかそういう時間はすごくこうリラックスしてますね。心地いいというか、何かに集中したりしてこう無になれる時間みたいな感じで、すごく好きな時間です。水川あさみです。この度小池屋さんのピュアポテトじゃがいも心地の CM に出演させてもらうことになりました。本当にご褒美のようなこう気持ちになれる、すごく贅沢なポテトチップスだと思います。同じ色で揃えてみました。ぜひ皆さんも、これを手に取って食べてみてください。よろしくお願いします。ほらこの音、分厚いザクザクの奥にかすかにホクホクがいるでしょね。じゃがいも心地でいきましょう。小池屋。ポテトチップスって 2,3 枚まとめて食べますけどね、この子は1枚1枚ですよ。ほらこの音、分厚いザックザクの奥にかすかにホクホクがいるでしょね、わかるでしょ。じゃがいも心地でいきましょう。小池屋。ご紹介いたします。今回の CM の水川あさみさんです。よろしくお願いします。はい、用意。はい、はい、カット。カット。バッチリ。やった。すごい。悪口言ってよ。めっちゃいいよ。CM見た。せーの。もうまあ。うらうら。ポテトチップスって 2,3 枚まとめて食べますけどね、ほらこの音、ザクザクの奥にかすかにホクホクがいるでしょ。じゃがいも心地でいきましょう。小池屋。ありがとうございました。すごく大好きなポテトチップスの CM に出られるということで、とても嬉しい気持ちでした。あと現場の雰囲気がとってもよくって、山での撮影だったんで、なかなか天気がどうなのかなと思って今日朝不安な気持ちで来たんですけど、
雨も降りながらも、でも天気、晴れ間もこう見えてこう気持ちいいあの撮影でした。はい、そうですね、やっぱりこうリラックスした感じで、リラックスをした雰囲気で、撮影に臨めたので、そのなんかこう心地のいい空気感とか、なんかそういうのを見てほしいなと思います。食べた瞬間、撮影の時にも食べさせてもらいましたけど、すごくこうじゃがいもの風味がすごくこう甘くてしっかりとしていて、で一枚一枚がすごく分厚いんですよね。今まで食べた多分ポテトチップスの中で一番分厚いんじゃないかと思うぐらい、なんかすごくリッチな気分にもなりますし、こうじゃがいも のホクホクした感じがすごくこう味わえるなと思って、うまーっと思いながら食べてました。 CM がやれて嬉しい特権ですね。何枚も食べられるっていうの、はい、まあそうですね、仕事が終わってお家に帰ってこう一息つきたい時もそうですし、まあ、こうお酒を飲みながらおつまみとしても食べるのもいいなと思うので、ちょっとこう自分へのご褒美みたいな感じですかね、はい、ピュアな気持ちになった。そうですね、ちょうど最近私は誕生日を迎えて、また一つ年を重ねたんですけど、その時にこう友達がサプライズパーティーをしてくれたんですよね。まあ、ピュアな気持ちになったっていうとちょっと違いますけど、すごく嬉しい気持ち、嬉しい気持ちとピュアな気持ちすごく似てるから、すごく嬉しいなと思って、心がこうなんか純粋にピュアになりますよね、ああいう時って。そんな時間を過ごしました。そうですね、でもやっぱり私はお家にいる時間がすごく心地よくてリラックスできるなと思うので、なんだろうな、特に料理してる時とか、そういう時間はすごくこうリラックスしてますね。心地いいというか、何かに集中したりしてこう無になれる時間みたいな感じで、すごく好きな時間です。うん、水川あさみです。この度小池屋さんのピュアポテトじゃがいも心地の CM に出演させてもらうことになりました。本当にご褒美のようなこう気持ちになれる、すごく贅沢なポテトチップスだと思います。同じ色で揃えてみました。ぜひ皆さんも、これを手に取って食べてみてください。よろしくお願いします。分厚いザクザクの奥にかすかにホクホクがいるでしょ、ね、じゃがいも心地でいきましょう。小池屋。